皆様こんにちは。ペットリフォームのセラフ榎本です。今回は犬と猫の食べ方の違いについてご紹介します。犬はガツガツ早食いをし大量に食いだめできますが、これは仲間と獲物の分け前をめぐってオオカミが競合した名残とも考えられます。一方猫は少量を数回に分けて食べます。祖先の山猫は森林に潜み小動物や昆虫を獲物としました。必要に応じて狩りをしたことが現在の猫の食習慣に結びついている可能性があります。犬と猫は元は森林の木の上で生活するミヤキスという共通祖先を持ちますが、草原にいるとミヤキスが犬に、森林に残ったミヤキスが猫にと考えると進化はとても興味深いです。以上で猫と犬の食べ方の違いについてのご紹介を終わります。ペットリフォームのご相談、お見積もりはセラフ榎本にご用命いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。